ましょう。それではお二人に演奏していただきます。どうぞお楽しみください。本当に雨の中をね、皆さんありがとうございます。ダンクも始まってますけどね、本当にガンガンしてますけど。本当ね、雨の中ありがとうございます。それと、ハイスレンの皆さん、本当にありがとうございました。ちょっとの間、戦畑三郎とぐんちゃんです。どうも、ぐんちゃんです。はい、群馬県生まれのぐんちゃん、沖縄生まれの、ね、戦畑三郎でございます。沖ちゃんじゃありません。沖ちゃんじゃありませんね。ぐんちゃんです。ぐんちゃんじゃないです。草松三郎です。それではですね、そうですね、羽村の町おこしのために一生懸命やりたいなと最近は思ってますので、ぜひね、聞いてください。それではまず最初ね、オープニングナンバー、いつもの風に吹かれてみたい。ワン、
ですけども、風に吹かれてみたいからというね、浅田博士さんっていうね、そうですね、40年ぐらい前の歌でございます。はい、ちょっとギターを変えますね。僕たちは二人でやるときは、戦場の三郎と文ちゃんと言いますね。彼が群馬県、まあさっきも言いましたけど群馬県生まれなんで、なんでじゃあ沖縄生まれの私が戦場の三郎なのかというと、日野自動車に、季節ロームで沖縄から来たときに、みんなで夜勤明けのときに、青梅の遊歩道を歩いておいて、それで降り立ったところの駅が無人駅の戦場という駅でありまして、沖縄の人をみんなで呼んだのが群馬だということで、そしたら戦場って書いてある。いい名前だなと思いますね。それで一応芸名にしたつもりなんですけども、まあ、沖縄から出てきてもう30年余り、僕はもうナイチャーではなくて、ハムランチュになっておりますね、ハムランの人になっておりますけども、その沖縄でですね、昔その高校生が作った曲6月の雨というのがあります。これはあの全国一になって彼らはメジャーデビューしたんですけども、あいにくそのボーカルの方がお亡くなりになってしまったので、この歌とてもいい歌なので、みんなで口ずさんでみたいなと思いまして、最近、トミーに歌っております、6月の雨、今日の雨8月の雨なんですけどね、6月を思い出して聴いてください。
寂しい街も泣いているようだ。今林連のさすらさんにお願いしたのはですね、歌詞カードなんですけども、後で皆さんと一緒にね歌おうかなと思って沖縄の歌を準備してきました。大きい文字で書いてあるところにわらび紙とあると思うんですけども、そちらあの沖縄のね、歌を、それから、わらび紙からわらび紙から先行きましょうね。夏川りみさんが歌ってます。これ意味は全部方言で書いてますから、多分ひらがなで書いても多分意味がわからないと思うんですけども、要は孫が生まれてその赤ちゃんをこうあやしてる歌なんで、子守歌ですので、意味がわからなくてもこれを追っかけていってですね、私のところを見ないで歌詞カードを見て、一緒に歌えそうだったらですね、歌ってもらいたいなと思います。一緒に方言バージョンでいきますので、一緒に歌える方は歌ってください。わらび紙です。
いかがでしたか？歌いましたですか？沖縄の方言難しいですよね。本当にこれはね、歌謡曲になるんですけども、まあ、ネーネーズというね、昔の民謡グループにネーネーズって言ったんですけども、その、ね、リーダーでありました小蛇美沙子さんがね、小蛇美沙子さんがお孫さんのために作った歌なんですね。それと、そうですね、次はですね、私の同級生、沖縄に、今度は宮古島ってあるんですけども、これは新助さんの、ね、民宿で有名になりましたけども、宮古島っていうのは全くハブがいない、もっとにも真っ平らな島なんですけども、とても海が綺麗な、そちらも、ね、出身の方で野比賀博さんというんですけども、その方も今現役で沖縄でバリバリに歌ってる方なんですけども、その方が、ね、30年ぐらい40年ぐらい前に、まあ、作った曲なんですけども、季節外れという歌があります。これも、ね、歌ってみたいと思います。聴いてください。次の曲なんですけども、次の曲は、その裏大きい歌詞カードの裏にちっちゃい字で書いてある、まあ、多分私も老眼なので見づらいと思うんですけども、それ の, 下の方に書いてある「悲恋奥多摩慕情」という歌を歌わせていただきます。これは唯一の生田斗三郎のね、オリジナルでありまして、もうそうですね、羽村に来て30年ぐらいになりますので、2005年の時に何かこう、ね、自分の歌を歌えないかなと思いまして作ったのが、その悲恋奥多摩慕情です。当時奥多摩慕情というのはカセットテープにして、なんかどなたかがなんか作詞作曲した歌があって出てたっていうのを聞いてたので、
同じタイトルじゃんということでね、前の方に一応秘伝というのをつけてみました。香り声はしないんですけど、まあ東京のこの羽村に住んでる方とかね、住んでる方ですと、その歌詞カードを見ればよくわかると思います。ご当地ソング風に作ってみましたので、ぜひもしよかったら覚えて、歌っていただきたいなと思います。まあレコードは出てないのでなかなかあれなんですけど、それでは秘伝奥多摩慕情を聞いてください。
出てればいいなと思って。さあ、うん、そろそろおしまいの曲ですね。はい、おしまいの曲って言いますと、やっぱりじゃあオリジナルをということなんですけども、まあ僕があの、そうですね、やっぱり10年前、50に、49歳ですからね、50になるからということで、青梅 の、 あのシンガーソングライターのフェスティバルというのがありまして、それに24の時に、作詞した曲があるんですけど、それにあの曲をつけてくれたのが、ジプシーローズさんという、まあ、ウェルズひとみさんというね女性の方だったんですけども、沖縄で、ね、彼女が作ってくれて、僕も一遍で好きになりまして、これも歌い続けてます。これはあの僕がこうやってステージで、ね、歌うきっかけになった青梅です。きっかけになった曲なので、ね、ちょっと大事にしてちょっと歌っていきたいと思います。ここですと太平洋に関しましては、その西っていうと、まあ、日本海っていうのはあると思うんですけども、沖縄では東が太平洋で、西は東シナ海なんですね。で日本海と違って沖縄の海ってこう本当に凪なんですね。珊瑚礁に囲まれているので、沖縄の青い空と青い海、そして夕日がこう落ちていく、あのなんか静かな感じをですね思い浮かべて、聴いてください。最後の曲です。サンセットメモリーという歌です。よろしくお願いします。Thank you.
はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ぐーちゃんにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。さすがに来ちゃったサブローさん。いえいえ。ではいかがだったでしょうか。これでお二人の歌のやつとはお別れということになります。以降ですけれども、次は金田流の大正音ということでご出演いただいているわけですけれども、それ以降のですね、進行につきましては、草本さんにバトンを渡して、やっていただこうということになってますので、よろしくお願いをいたします。じゃあ草本さん、よろしく。はい、ありがとうございます。片付けとですね、対象ごとの準備がありますので、少しねお時間をください。よろしくお願いします。はい、今言う。机出した。はい、どうも。